跡地日浜あばしり駅は、かつて、北海道あばしり市新町三丁目にあった、日本国有鉄道石北本線の駅である。1984年2月1日の貨物支線配線により、廃駅となった。1932年、あばしり駅移転による、旧駅を残し、貨物専用駅として開業したのが当駅である。 その後、周辺の市街地下で手狭になったことから、1969年に、南新町の引上げ社住宅跡地に移転している。本線に面して、非常に緩やかな鈍角を挟んだ2辺をそれぞれ別の、線が使用する鈍角山形状のコンテナホーム1面2線、その裏側に、串型の一般貨物ホーム3面3線、および留置線3本を有した。 うち一般貨物一面のみ屋根付きであった。移転後の当駅の位置は、予備都駅と網走駅の間であったが、貨物支線は網走駅を経由する構造であったため、書類上は移転前と同じく網走駅の後となっていた。貨物支線は網走駅の入れ替え作業線として、成功前踏切付近までの数百メートルが残されている。 1977年の浜しり駅としり駅の様子。初代浜しり駅は右端、本線川川に、保線車用の引っ込み線と青い屋根の車庫があるが、その延長上に見える公園から、東のしり橋まで、現在の南三条西四丁目から、道西一丁目までのしり川川が構内であった。1948年撮影の、 米軍航空写真では、港内網走川側に、入江城の貯木場が設けられているが、1953年の写真では埋められている。網走橋付近の堤防側には、網走水産冷蔵や広冷蔵等の冷蔵倉庫が設けられ、多数の側線と転車台を有していた。また、昭和23年からは、ディーゼル機関車による、簡易鉄道の臨港軌道が、 これらの倉庫脇から網走川堤防に沿って、築港にあった広缶詰工場や、日水捕鯨工場付近まで敷かれ、水産物や、その加工品等の貨物を駅まで運搬していた。移転後は、網走駅を経由する形で、貨物船が、赤北本線に沿って二代目浜網走駅まで敷かれ、本線側にコンテナホーム、山側に、いくつかの貨物ホームを有していた。また、 周辺には日通などの運輸会社がのを並べていた。現在はこの貨物駅はなくなり、私有地になっている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成網走川川の国道と、天と山川の市道に挟まれた場所に位置し、駅事務所などは市道側に置かれた。現在も北三運の事務所があり、 鉄道コンテナが積まれトラック輸送の拠点となっている。駅跡地はそのまま放置されていたが、後に売却され1996年に斎場が開業している。ありがとうございます。